こんにちは、ふがふがふがです。こちらの動画はふがベラベラチャンネルよりお届けします。副業の話です。こちらの車は51フーガです。納車されて2週間納車されて2週間しか経ってないのに、走行距離が117,107キロです。2週間前にですね、この車が納車された時でもうすでに116,300キロでしたので、2週間で800キロほど走ったと、いうことになります。で、まあ51フーガで、コロナの影響もありますので、できるだけ電車を使わずにということで、もともと電車にあまり乗らないんですけれども、よりですね、電車乗らなくなって、だからこの車でも、あちこちこれから移動していこうと、思っているわけなんですが、せっかくどこかに行くんだったら、記念に写真を残しておこうと思いまして、たくさんの写真これまで撮ってきたわけですね。でそれらの写真を、加工して、ブログですとか、あるいは YouTube の趣味動画のサムネイル動画の背景に、使ったりしてきたわけなんですけれども、で現地に行ったら当然ずっと車の中にこもってるわけじゃなく、外に出て歩くわけです。だったらその歩いてる間に動画を撮って、残しておこうと。で動画を撮れば自分の、旅行記になりますので、記録として、それを残して、でずっと自分の手元に置いておくと、SSD カードとかあとパソコンとかの容量を食いますので、YouTube にアップすると。でその YouTube にアップしたら、せっかくなんで、それを公開すると、他の人と共有すると、いったようなことで、10月の末に、散歩している時の動画を撮るためのハンディカメラを買いました。これは中国製で5万円のカメラなんですけれども、10月の末じゃないな、11月の初旬です、買ったのは。10月の30日に発売されたカメラなんですね。でそれがパート1のカメラがあって、で僕が買ったのは、なんとかポケット2というカメラなんですけど、カメラの名前もあんまり覚えてないんですが、それを撮って実際に検証しているような動画もありまして、GoPro というカメラが有名なんですけれども、GoPro と比較している映像もあって、こっちの方が新しいし、何か面白そうなんでということで、直感でワクワクしたんでパッと買いました。でそれを使って、11月の21日から、散歩動画をですね、意図的に、次はここ行って散歩動画撮ろう、今日はあっちだということで散歩動画を、何本か撮りました。ですからそのギガ数でいうともう100ギガぐらい、動画を撮ってます。ですからカメラのやっぱコツもありますので、テストの繰り返しなんですね。で散歩動画撮って自分で見返したところ、なかなか面白いということで、あと近々、新しい YouTube のチャンネルを作って、それに投稿していこうかなと。で実際にチャンネル登録者数がどのくらい集まるのかとか、たくさん集まるとか再生回数が伸びるとか、そんなことはもう一切、気にしてません。自分のために動画を撮って、で自分が後で見返して楽しむために、動画をアップすると。だから YouTube のサーバーを、ただで、利用させてもらうという感じですね。でその結果、僕はもうすでに今、運営している趣味動画のように意外と受けてですね、チャンネル登録者数がどんどん増えていって、何千人、8000人、1万人となるかもわからないですけども、そんなことはもう一切、期待せずに散歩動画を撮って、これからどんどんアップしていこうかなと、思ってます。もしあなたもですね、何かコンテンツを、どんなコンテンツがいいのかなと、思ったら、もう気軽に何でも、こういったことを作っ、こういったコンテンツを作ってみようと思ったら、やってみたらいいと思います。僕が今これ車の中でぺちゃくちゃと喋ってますけれども、こういった動画でも全然構わないんですね。
で、それが視聴者に受けるかどうかなんていうことを考えていたら、コンテンツ副業なんてなかなか、前に進みません。ですから自分がやりたいと、思ったらやると、まあ、車の中で動画を撮ると自分が喋ると、いうことであれば、言いたいことをとにかく言ったらいいんです。で、自分がやったこと、まあ、今の僕であれば散歩動画を撮ろうと思ったと、でその経過過程をお伝えしました。でそんなのでもいいんです。それはあなた自身の意見であって、他の人とは違うオリジナルになりますから。でその話の内容が受けるかどうか、それを考えないということですね。とにかくトーク動画を撮るんだったら、言いたいことを言うと、自分が思っていることを言うと、自分の体験談を話をすると、もうそれだけでいいんです。でそれを撮って、で YouTube にアップすると、でそれだけで満足なんだと、そういったような精神であれば、コンテンツなんてですね、いくらでも作れると思います。で散歩動画の場合は、とにかく車でどっかに出かけると、で現地で歩くわけですね。その歩くときにあのカメラをオンにして、ただひたすら、それを撮ると、もうそれだけのことですので、まあ、こんなのはもうカメラさえ買えば、そして現地、どこでも好きなところ、伊勢でも、この辺りであれば伊勢でもいいですし、滋賀の琵琶湖でもいいですし、大阪の、まあ、今回撮ったのは梅田とか、あとは箕面とか、行ってきて撮ったんですけれども、歩きながら、で本当どっかで、レジャーで行ってですね、まあ、それを撮るというだけでいいわけで、こんなのはもう誰でもできることなんですね。であとは、自分がそのことに対してワクワクするんだったら、もうさっさとやってしまえばいいと、いうことだと思います。コンテンツを作るときは自分基準でいいです。自分が、こういうのをやってみたいとか、思ったら、それで自分のスキルの範囲で難しくないとできるということであれば、どんどんコンテンツ作っていって、まあ、取りだめしておいてもいいです。後でまとめて、ドカーンと、公開していってもいいわけですので、なんか思い立ったら、ワクワクしたら、もうすぐにやってしまいましょうということです。はい、今回の話は以上になります。ありがとうございました。